境内外略図中央の池を挟み、東に薬師如来を安置する三重島、西に阿弥陀如来を安置する本堂が立つ。浄瑠璃寺は京都府木津川市鴨町に小座根城にある神聞、立州の寺院。三号は小田原山、本尊は阿弥陀如来と薬師如来、回帰は吉明商人である。寺名は薬師如来の居所たる東方浄土。 東方浄瑠璃世界に由来する。本堂に旧体の阿弥陀如来像を安置することから旧体寺の通称があり、古くは西小田原寺とも呼ばれた。緑深い境内には池を中心とした浄土式庭園と平安末期の本堂を呼び、三重塔が残り、平安町寺院の雰囲気を今に伝える。本堂は当時京都を中心に多数建立された旧体。 阿弥陀堂の唯一の遺構として貴重である。堀達夫の浄瑠璃寺の春にも当時が登場する。浄瑠璃寺の所在する地区は、東濃の里と呼ばれ、付近には、東濃石仏群と呼ばれる、鎌倉時代に遡る石仏、石塔などが点在している。行政的には、京都府に属するが、地理的には、 奈良の平城家や東大寺からも近く、国具跡や山城国分寺跡も近い。浄瑠璃寺の創立については、寺に伝わる浄瑠璃寺流記事が唯一の資料である。流記事は、いわゆる演起の形式をとらず、寺の歴史に関わる事項について過剰書き風に書かれたもので、官能元年に古記を書写したものであるが、この時に筆写されたのは、 英章二年から女王二年までの歴史に関わる部分で、それ以後、英二四年から官能元年までの歴史については、新たに書き継がれている。以下、ル記事の記載に沿って、初期の遠隔を記す。英章二年、吉明商人により、本堂が建立され、旦那はあ山、大部茂芸よりであった。これら2名の人物については、 この、ルキジの記載以外にほとんど知られるところがない。吉明については、ルキジの中期から、東馬出身であることが知られるのみである。ア山大部重頼については、他の記録に、佐伯氏とあるが、これも定かではなく、東地方の豪族と見られる。この英章二年が、ジョールリデラの総権年とみなされている。この時の本堂は、 ルキジによれば1日で屋根を吹き終えているので、小規模なものであったことがわかる。それから、江戸が一重にした60年後の過剰2年、本物の薬師如来を西道に移したとの記録がある。ただし、西道についての具体的な説明はない。ルキジはここで別の記録を引いて、この時に旧本道を取り壊して、そこに新本道を混流し、翌年に、 仏像の海岸供養をしたと説明している。この記録から、当時の当初の本尊が、薬師如来であったことがわかり、事後も、薬師如来の浄土である、東方浄瑠璃世界に由来することがわかる。現、三重東本尊の薬師如来座像が、当初の本尊であった可能性も指摘されている。また、この過剰2年に建立された、新本堂が、 現存する国宝の本堂であるとするのが通説である。それから50年後の方言2年には本堂を西岸に買い渡ししたとの記録がある。壊し渡すとは、解体して移築したの意に解釈されている。西岸とは、池の西岸、すなわち、現存する本堂の立つ位置に他ならない。それ以前の本堂が、寺内のどの場所にあったかは定かでないが、地形等から見て、 池の北岸にあったとする説もある。自称2年には、京都の一条大宮から、三重島を移築している。浄瑠璃寺流記事によれば、南北朝時代の昭平4年、浄和5年頃には、かつての五醍醐天皇の副審であり、この時期は、五醍醐のこの五村上天皇のご地蔵を務めていた、南朝高僧の門官房広志審が拠点としていた。 同年4月29日及び5月9日には、門館はシャリ帽などの霊法をジョ璃ルリデラに寄進している。中世から近世にかけてジョ璃ルリデラは、幸福寺一条院の末寺であったが、明治初期、廃仏希釈の混乱期に、新言立宗に転じ、なら、最大寺の末寺となった。国宝、過剰二年再建。余生胸作り、本河原吹き。 桁行き十一軒、張リ島。同正面の柱間装置は、左右両端間は上半を、連合窓など、下半を土壁とし、他の九軒は、板扉とする。隅の中上に船ひじきを用いるほか、外周の中上には組物を用いない、簡素な建物である。平面は、九軒四面、すなわち、桁行き九軒。 はりま二軒の三社の周囲に一軒幅のひさしをめぐらした形式になる。道内はいたじきで、三社の奥よりに横長の趣味団を設け、九体の阿弥陀如来座像を横一列に安置する。天井は御社、三社日ひさしとも、天井板を張らず、たるきなどの構造材を見せる、化粧屋根裏とする。安置する九体の阿弥陀如来像のうち、中村は、 他の発体より造高が大きく、中村を安置する、道中央部分の柱間は、他の柱間より2倍近く広くなっている。この道中央部分は左右の部分よりも柱が太く、かつ長く、その分、化粧屋根裏の位置も高くなっている。このことから、当初は、道中央部分の実が衝動として作られ、左右の部分は後に付加されたとする説もあったが、 1967年の修理時の初見では、そのように前後2期にわたって建立された形跡は見られなかった。屋根は現状本家わらぶきとするが、上限元年と火略3年に日和田を吹き替えた記録があり、元は日和田ぶきであった。本家わらぶきとなったのは、漢文6年であり、同正面の後輩も江戸時代後期に付加されたものである。白川院。 トバインの陰世紀を中心とした11から12世紀には、多くの旧体阿弥陀堂が建立された。これは、官無料、受刑諸説の、九本王城の考えに基づくもので、藤原道長が官任4年に建立した、無料樹印阿弥陀堂を、最初の例として、記録に残るものだけで30数例を数えるが、そのうち現存するものは、浄瑠理寺本堂のみである。 これらの旧舞阿弥陀堂の多くは、天皇家や有力貴族の混流したもので、浄瑠理寺本堂のように地方の豪族によって混流されたものは珍しい。阿弥陀堂には、平等院法王堂、復帰寺王堂に、典型的に見られるように、堂内を極彩式の壁画で飾り立てたものが多いが、浄瑠理寺本堂にはそうした壁画の痕跡もなく、中条の組物も用いないなど、全体に、 簡素な造りである、点、球体仏の内中村を安置する部分の柱間を特に広く作り、急進性の高い建物である点が特色である。吉祥天立造吉祥天造図司奥壁に描かれた、弁災天造庭園境内は、浄土式庭園を形成している。境内の中心に位置する大きな池は、幸福寺の絵心という層が掘ったもので、その中央には小島があり、 弁祭典を祀る祠がある。池の東岸には、薬師如来を安置する和洋の三重島、西岸には、阿弥陀如来を安置する本堂が位置する。薬師如来は、東方浄瑠璃世界に住み、現世の苦しみを除く仏であり、阿弥陀如来は、西方極楽浄土の教主である。薬師如来を、東、阿弥陀如来を西に安置することには、こうした意味があり、三重島のある東岸は、四岸。 池を挟んだ西岸は、阿弥陀如来のいる、悲岸であるという見方もできる。これら今にある伽ンの原型は、前述の通り、永昇二年混流の薬師如来を本尊とする、本堂が取り壊され、旧体の阿弥陀如来像を安置する、新たな本堂が建立された、過剰二年に形成されたものとみられる。池の反対側から本堂を見ると、中央の阿弥陀如来の顔は、 本堂の日差しに隠れて見えないが、池に映った姿を見ると顔も見える。池に映してみることで、極楽浄土の世界を見るように設計されていた。本堂本堂平面図四天皇の内ち目む展、出展、2000年までに、指定の国宝、重要文化財の名称は、国宝、重要文化財大前別館による。ジョールリデラは境内には、無料で入場できるため、 庭園や国宝の本堂、三重島などの外観や三重島内廃管日における島内廃管は自由にできる。本堂の道内への入場は有料である。かつては、奈良市川にも、浄瑠璃寺南口というバス停があり、JR 奈良駅、近鉄奈良駅から直通で、浄瑠璃寺南口バス停で下車し、山道を 1km ほど歩いて浄瑠璃寺に行くことができた。 しかし、山道の途中にある、村田養豚場の敷地と敷地の間にある離道を通過しなければならないため、この道を事実上通行することができなくなっていた。このため、2013年にジョールリテラ南口のバス停名が中の川東に解消され、ジョールリテラへのルートという役割を降りることになった。郵便番号619-1135小楽群。 鴨町和座西小児札場、東大村札場、西小村札場、長谷川天音、2000、仏陶巡礼最極編、東京書籍 ISBN44 億8779万5966、P34、ピアニッシ二21から22、ピアニッシ四45から46、ピアニッシ十22、23、P46、 日本建築式素資料修正後、P40。ピアニッシモ、23から27。ピアニッシモ、47から48。日本建築式素資料修正後、P40AB 内田2006。ピアニッシモ25、252-253。日本建築式素資料修正後、P44。ピアニッシモ、35から37。ピアニッシモ、56から57。 日本建築式素資料修正後、ピアニッシモ43から44、日本建築式素資料修正後、P42、ピアニッシモ38から42、ピアニッシモ53から55、日本建築式素資料修正後、ピアニッシモ42から44増高は参照資料によって詳細がある。ここでは、週刊朝日百科日本の国宝十五に、 記載のものによった。上六像とは、仏の身長が一条六尺あったとされることから、その高さに合わせて造立した仏像のことで、座像の場合は、半分の約2.4メートルになる。周上六とは、周尺で測った一条六尺の意で、上六の4分の3ほどである。P46,P54, ピアニッシも43から59。 ピアニッシも58から62、週刊朝日百科日本の国宝75、ピアニッシも8から133から135、ピアニッシも65から68、奈良最大辞典、P185。東京芸術大学所蔵名品展、創立90周年記念。 ページ付けなし n h k 備の壺ファイル172、水のある庭2010年6月11日放送2体、ある、地蔵菩薩像のうち、通称小安地蔵は1901年、東京国立博物館に、帰宅の像は1904年に重要文化財に指定されている。P240 による。ありがとうございます。